はい、ガーナ戦、4対1で、まあ、最初から結構してました、日本がね。いいんじゃないですかね。そうね、やっぱ山根結構良かったですね。山根が結構良くて、当然今三笘はずっと良かったんで、ずっと最初から最後までやっぱり安心感すごかったですね。あの2点目、まあ、堂安の足に触れずに入ってしまうぐらいのすごいシュートでしたね、あれは。ねえ、あ、シュートなのかなっていうぐらい、もうパスなのかシュートなのか分からんぐらいの勢いで蹴って頭入ったっていうね。まあ、堂安が足出してたから、まあね、はい、キーパーも困惑してたっていうのもあるしね、だから全員がいい動きしてたということで入った2点目で、で久保もまあ、ね、いいとこ行ったんだよね、3点目、いいとこ行って、まあ、落ち着いてたんだよね、あそこ、そう入らんからね、普通あんまりね、絶対どっかで、ね、誰かの体に当たっちゃうから、キーパー弾かれたりとか、そこをちゃんと落ち着いて蹴れて入ってね、A 代表初ゴール、なんとかね、4年目、ね、して結構、まあ、まあ頑張ってたなね、思ってね、やっぱり、まだ若いから全然、まあ大丈夫じゃないですかね。前田もようやくね決めましたね、あそこで決めてくれたらねもう安心ですね、あのかっこよい決め方したんでね、スライディングキックのようなね、なんかすごいかっこよかったんでね、もうそういうことないですね。やっぱ前田後半出し方良かったかな、前田のやっぱ後半出すとやっぱり相手がちょっと疲れてるからはずだからね、足がその時やっぱ前田を出したいなっていうね、やっぱ足が速いからね、でシュートガンガンねやってくんでね、そりゃ入るんじゃないかってね思うよね、絶対これ入れてくれるんじゃないかってまあね思うけどね、やっぱ入れましたねって、まあ、上田かな、やっぱり入らんかったけど今日はね、ガンガン言ってたので、上田がね、やっぱり、ガンガン言ってたからね、上田が、やっぱり一番、2番目ぐらいにはね、よかったな、やっぱ、ガンガン行くっていうのがね、いけてたんでね、まあ、伊藤純也とかね、やっぱ出てね、後半、まあ、南野とかやっぱ、出してきて、まあ、いいことないんじゃないですかね、今日はそこまでね、なんも、そこまでいいことないんじゃないですかね、なんか、見たまんまというか、そうですね。じゃあまたね、次の試合で会いましょう。